ははいいこんにちは浦田健でございます今日のテーマは「住宅ローンは繰り上げ返済するな」というテーマですさあ今日の動画はまさに住宅ローンを今借りている人向けのテーマになります僕のチャンネルでは主に不動産投資を軸とした資産形成の話をしていますが最近よく住宅ローンがあると不動産投資で融資を引きづらいから繰り上げ返済した方がいいんでしょうかという質問を受けます また住宅ローンの残債は退職金で一括返済をしようと考えている人もいるでしょうし住宅ローンはどんどん返しなさいよ家のローンがなくなって初めて一人前なんだからねなんて親に言われてせっせと繰り上げ返済をしている人も少なくないかもしれませんでも結論を言うと繰り上げ返済はしない方が断然得なんですよそこで今日は繰り上げ返済はなぜしない方が得なのかその理由を詳しく解説していきます この動画を見れば今住宅ローンを借りている人は繰り上げ返済は実はメリットが少ないということがわかりますし繰り上げ返済はしない方がむしろ資産は増えるということがわかるようになりますまたあなたがもし不動産投資をしているならアパートローンの繰り上げ返済はどうなのか投資という観点でも繰り上げ返済について解説していきたいと思いますアパートローンの場合は住宅ローンと少し考え方が違うのできっと参考になると思います ぜひ最後までご覧くださいこのチャンネルは有料級のノウハウを毎回無料でというコンセプトで運営しております不動産投資のほか経済金融株そして企業にまつわるトピックもどんどんアップしていきますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします <music> TwitterInstagram もやっておりますこちらでは最新情報をつぶやいていきますのでこちらも登録いただけると大変嬉しいです さあ今日は5つのトピックでお話ししていきます。1つ目は繰り上げ返済の仕組み。2つ目に繰り上げ返済のメリットデメリット。そして3つ目に繰り上げ返済をおすすめしない2つの理由について。そして4つ目は手元資金は運用した方がいい理由について。そして5つ目にアパートローンは繰り上げ返済すべきかどうかについて解説していきます。それではまず繰り上げ返済の仕組みについて解説しましょう。そもそも繰り上げ返済とは毎月のローン返済とは別に 残債の一部をを返済すすることを言います通常ローンは金利と元金の合計額を毎月返済していきますが繰上げ返返済済ののお金金は元金の返済に重当されますつまり残債を一気に減らすことで月々の金利返済が軽くなりその結果総返済額が少なくなるという仕組みなんですよね具体的に解説すると繰り上げ返済の方法には期間短縮型と 返済額軽減型の2種類があります。期間短縮型は、月々の返済額は変わらずに、期間を短縮する返済方法で、期間が短縮された分の金利負担が軽減されます。一方、返済額軽減型は、返済期間はそのままで、月々の返済額が少なくなります。どちらの返済方法も、トータル的な金利の支払額は減らすことができますが、利息を減らす効果は同じではないんですよね。 これは期間短縮型の方がより多くの金利を節約できます。では次に繰り上げ返済のメリットデメリットについて見ていきましょう。まずメリットですが一つには借金を早く返せるというのがあります。とにかく借金を抱えることに対してマイナスイメージを持っている人は早く返済すればするほど精神的なストレスから逃れることができるというのがメリットになりますよね。二つ目としては早く返済した分金利の負担がなくなるので 返済総額が少なくなるというのがメリットになります例えば借り入れ5000万円金利0.5%で35年返済ローンを20年後に退職金1520万円で全額繰上げ返済したらどうなるでしょうかここではずっと金利の変動がないものとして繰上げ返済をしない場合は35年間で総額5451万円を払うことになります ここで20年後に退職金で残債1520万円を一括返済したとすると残りの15年間分の金利約51万円を節約することができます次にデメリットですがそれは繰り上げ返済をしてしまうと手元の資金がなくなってしまうということです例えば先ほどのように退職金で一括返済してしまってその後毎月の生活が苦しくなってしまっては本末転倒ですし 大きなななな病気をした時なども、手元に十分な資金がなければ困ってしまいまますよね。ま、た団体信用生命保険いわゆる単身の保険料が金利に含まれている場合は一括で繰り上げ返済してしまうともしもの時の生命保険もなくなってしまいますなので繰り上げ返済する時にはもともと堅実な計画の中で繰り上げ返済するとか相続や贈与などで予想外の一時金があった場合に検討すべきものだと思います さてここまでの文脈で結論は繰上げ返済はしない方がいいということになるのですがその理由について具体的に解説しましょう繰上げ返済をおすすめしない大きな理由はズバリリ今は金利がが激安なななのので繰上げ返済のメリットがほとんんどないからなんですよ先ほどと同じ借り入れ5000万円のケースで期間35年変動金利で 0.5%10 年後に500万円を繰上げ返済したケースをシミュレーションしてみましょう すると返済額軽減型の方は月々のローン負担は17,789円減って金利の総支払額は318,965円ほど少なくなります年間の金利負担額の減少は残りの期間25年間で割るとたった12,758円の節約にしかなりません 500万円も繰上げ返済して年間1万5,758円の節約にしかならないんですよこれだと繰上げ返済する意味がありませんよね。そしてもう一つ繰上げ返済をおすすめしない二つ目の理由は住宅ローン控除のメリットもなくなくってしまうからです。例えば500万円繰上げ返済するということはその年の住宅ローン控除も500万円 ×1% で5万円分の控除がなくなってしまうんです。 500万円を繰り上げ返済して節約できる金利は年間たったの1万2千円程度っていうことは繰り上げ返済をしないで5万円の住宅ローン工場を使った方が得ということになりますよねちなみにフラット35の固定金利1.3%でもシミュレーションしてみましたがそれでも年間節約できる金利はわずか3万4千円程度でした確かに昔のように住宅ローンの金利が3%も4%もあった時代は 繰り上げ返済のメリットはあったと思いますがこの超低金利の時代に繰り上げ返済するのはほとんどメリットがありませんので繰り上げ返済はしない方がいいというのが結論になります住宅ローンはあらゆるローンの中で一番借りやすく一番金利が安いローンなんですよそのローンを一旦繰り上げ返済してしまうとその後お金が必要になった時でも その時の経済状態で改めて追加で融資を受けられるとは限りませんのでそういった意味でも繰り上げ返済はしない方がいいということになりますでもそうは言っても繰り上げ返済をした方がいいケースもありますそれはどういうケースなのでしょうかそれは変動金利で借りていてその変動金利が急激に上昇した時ですまた高い金利から安い金利へ借り替えた場合は 前に借りていたローンを当然に繰り上げ返済しなければいけませんのでこの場合は OK ですここまでの話で今の超低金利時代の住宅ローンならまとまった資金ができても繰り上げ返済はしない方がいいということが分かったと思いますむしろまとまった資金ができたらそれを不動産投資や株式投資などの資産運用に回した方がいいでしょう例えば ETF の長期積立投資であれば年利1%以上で運用するのは難しくないと思いますし 少し勉強すれば年利3%で運用することも不可能ではないと思いますまた500万円の頭金があれば土地値相当のの激安ててを買って運用するのもいいでしょう利回り15%でもあれば年間75万円の家賃が入りますし土地値で買っていればリフォームをして将来売却すれば売却益も出すことも不可能ではないはずです 長期投資であれば米国株 S&P500 の積立投資や世界株投資などのグローバルな積立投資をした方がさらにリスクは分散できると思いますし長期で投資をするのであれば資産の一部を金やビットコインなどで保有するのもいいと思います不動産投資については事前にしっかり勉強することが重要になりますがしっかり勉強しさえすれば失敗することはないと思います 不動産投資についてはいつもおすすめしているように初心者でも一から体系的に学べる不動産実務検定で学ぶのがおすすめです興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひご覧くださいさて最後にアパートローンの繰り上げ返済について解説しておきましょうアパートローンの繰り上げ返済についてはズバリケースバイケースです仮にアパートローンを0%台の超低金利で借りれているなら 繰上げ返済をせずににそのののの資金金次の物件の頭金にするのがいいでしょうしかし金利が高かったりレバレッジを利かせすぎて途中でデッドクロスが来てしまっている場合には一部繰り上げ返済をした方がいい場合がありますそうしないとキャッシュフローも出ませんし税金も多く払うことになってしまうからですデッドクロスとは毎年経費になる原価償却費を 経費にならない元金返済額が上回る現象のことを言いますが不動産投資をする上でめちゃくちゃ重要な知識なので不動産投資をされる方は必ず過去動画もご覧になって完全に理解しておくようにしてくださいさて今回の動画はいかがでしたでしょうかロンは無駄だからなんとなく返してしまえということではなくまずその効果をシミュレーションして考える癖をつけるようにしましょう そのような癖をつけることは大事なお金の節約になるだけではなくあなななたの資産形成ににおいてても大事なスキルになってきます今回シミュレーションしたような繰り上げ返済をするとどれぐらい得になるのか金利の変動で住宅ローンはどう変わっていくのかこういったことを簡単に試算できるミカローンという超便利なサイトがありますので概要欄にリンクを貼っておきますからぜひ興味のある方はチェックしてみるようにしてください。 今回のような繰り上げ返済のノウハウだけではなく、賢いローンとの付き合い方などもどんどん発信していきますので、まだチャンネル登録がお済みでない方は、ポチッとよろしくお願いいたします。また、7月から開始したオンラインサロンでは、皆さんの実践を毎日フォローしています。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。また、サブチャンネルでは先日購入した物件の調査の様子や、僕のマレーシアでの生活の様子などもアップしていきますので、 こちらの裏ケンネルも登録いただけると大変嬉しいですそして今日の内容が良かったという方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたしますまたコメントもどんどんお待ちしておりますのでぜひお気軽にお寄せくださいそれでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次回お会いいたしましょうバイバイ